こんにちは。こんにちは。こんにちは。一斉同好会会長の浜口です。東村です。中島です。栗原です。ただいま、西国27番の遠京寺に参拝に来ています。では、それでは参拝行ってきます。行きまーす。舞台すごいな、剣坊な、これ。床がな。足元注意。足元注意やね。やっぱこっち方面の標語はあれやね、山手が多いね、うん、結構山やもんね、うん、清水も一乗寺もね、遠京寺もね、よいしょ、ここの竜はリアルやね。うん、かっこいい。すごいリアル。ここ全部石やね。ちょっと涼しいね、ここ。ひんやりしてるね。なんか、キノコがなんか入ってるね、これ。ヒラだけ、これ。なんやろな。
戻らなあかんしな。もうまたあれか、うん、保存樹杉4本やね、これやね、これもすごいな、うん、これ4本が絡まって1つになってるな、これでかいな。樹齢なんね、700年から800年、うん、千年杉って言われるって。あー、すげえな。立派な木やん。これぐらい、すごいな。立派すぎる。うん。やっぱ700年、800年の歴史はすごいね、これ。だいぶでかいわ。ご注意ください。